ウィルマー・アレハンドロ・フローレス・ガルシアは、ベネズエラ・カラボボ州バレンシア出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のサンフランシスコ・ジャイアンツ所属。愛称はカティーレ。ニューヨーク・メッツ時代2007年8月6日に、ニューヨーク・メッツと契約して、プロ入り。2008年、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、キングスポート・メッツで、プロデビュー。 59試合に出場して打率3108本塁打41打点に投塁を記録した8月から A-9 ブルックリンサイクロンズ A 級サバンナサンドナッツでプレー同年のベースボールアメリカルーキーオールスターチーム APP ポストシーズンオールスターチームに選ばれた2009年は A 級サバンナでプレーし 125試合に出場して、打率264、3本塁打、36打点、3盗塁を記録した。7月には、オールスターフューチャーズゲームに選出された。2010年は、A 久サバンナで開幕を迎え、66試合に出場。打率278、7本塁打、44打点、2盗塁の成績で、6月に、 A9 セントルーシーメッツへ昇格。67試合に出場した。2011年は A9 セントルーシーでプレイし、133試合に出場して打率。269、9本塁打八81打点に投塁を記録した。2012年も A9 セントルーシーでプレイ。遊撃士から三塁手に転向した。シーズン中に開催された。 フロリダステートリーグのオールスター戦で3打点をアゲーム VP に選出された。その後2度目となるオールスターフューチャーズゲームに出場した。6月下旬に AA 級ビンガムトンメッツに昇格し66試合に出場した。2013年は開幕をトリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズで迎え107試合に出場した。打率 321、15本打、八86打点、1盗塁と結果を残し、自身の誕生日である8月6日に、メジャー初昇格を果たした。同日のコロラドロッキーズ戦で、メジャーデビュー。6番、3塁手でスタメン起用され、4打数無安打だった。最終的に27試合に出場して打率。211、1本塁打、13打点を記録した。 2014年は開幕直後の4月2日にメジャー昇格。この年はメジャーとトリプル A 級ラスベガスを往復しながら経験を積み78試合に出場して打率251、6本塁打29打減1盗塁を記録した。2015年は初めて開幕25人枠入りし遊撃手または二塁一手として先発出場する機会が増えた。 7月29日には、ミルウォーキーブルワーズのカルロス・ゴメスとのトレードが、成立と複数のメディアで報道され、それを知ったフローレスは、当日の試合中、守備につきながら、涙を流していた。しかし試合後、このトレードは、破断となったと発表され、フローレスは、メッツ残留となった。そして2日後の31日のワシントン・ナショナルズとの、主意攻防戦、6番、二塁手として、 先発出場したフローレスは1から1で迎えた12回裏にサヨナラ本塁打を放ち勝利をもたらした。フローレス本人もトレード報道は少しこらえた。自分はニューヨークが好きだしファンも素晴らしいからね。試合中にファンの声援がよく聞こえた。その声援に本当に感謝したい。このホームランは自分にとって大きな意味を持つよと興奮気味に声を震わせた。 レギュラーシーズンでは137試合に出場し、自身初の規定打席到達。打率、263、16本塁打、59打点という、成績を記録した。2016年は控え内野手に降格となった。103試合に出場。打率、267、16本塁打、49打点、1盗塁、オプス0.788という成績を記録した。 2018年11月30日にノンテンダー FA となった。2019年1月16日にアリゾナダイヤモンドバックスと1年契約を結んだ。オフの10月31日に FA となった。2020年2月12日にサンフランシスコジャイアンツと2年契約を結んだ。10https.mlb.com 3億279万3232ウィルマーフロレスサインズウィズアリゾナダイヤモンドバックスアンプ HTML ありがとうございます